宇治市では子育てに優しい町実現プロジェクトに取り組んでいます。このプロジェクトでは人の交流、町の活性化、環境整備などによる住んでよかった町の魅力を伝えたい、宇治に住みたいの実現を目指しています。宇治市では子育てに優しい町づくりをキーワードに分野横断的に7つの事業に取り組んでいます。ではその一つ一つについてご紹介しましょう。子育て応援環境整備事業は、乳幼児がいる家庭でも安心して出歩けるよう地域の店舗や団体が行う環境整備などに対する支援を行う事業です。例えば授乳室や子ども用トイレの設置、幼児用チェアやおむつ交換台の設置、そしてキッズメニューの開発や子育て世代を対象にしたイベントの開催などを支援しています。子ども未来キャンパス事業は、子どもと保護者を対象に起業や仕事体験のスクールを開催し、多様な働き方が選択できるにぎわいのあるまちづくりを推進するとともに、未来を担う人材の育成に努め、ふるさと宇治への愛着を持ってもらうことを目的とした事業です。例えば小中学生に向けての子ども未来キャンパスは、子どもたちが自分の社会のつながり方を身につけ、共に社会に挑戦するスクールとなっており、未来を担う子どもたちが今後多様な働き方を選択し挑戦できる体験を提供しています。参加した子どもたちは、どのやり方でやったら作るかとか考えれてた。なんか人形を使って劇をするのが楽しいです。いろんなことができるようになったり、誰かと接することが、まあ、意外とできるようになって、うん、また高校大学生向けの未来キャンパスは、帰ってきたくなるまちづくり人材を育む3ヶ月間のプログラムをテーマとし、宇治市を舞台に将来こんなことこんな事業をやってみたいを具現化する企業体験スクールです。令和4年度は宇治市で抱えるいくつかの課題をもとに、実践的解決策となる事業構築、事業づくりのインプットなどを行うとともに、地域事業者との関わりや同世代の事業づくりコミュニティを育み、宇治市の地域課題を解決しながら事業づくりを学ぶプログラムとなっています。なんでこういうのをしてるかっていうと、皆さん方の視点で、子どもの視点で宇治をもう一回見つめ直そうやないか。地域の人と関われるって固いきっかけを置く必要はないと思ってて、緩いきっかけから最終的にそういう自分が思ってる思惑のところに行ってもらえれば、アイデアを作っていく段階も一緒にやれるっていうことがあれば、まさに未来キャンパスみたいなをイメージしています。これらの開催によって、地域のお店や商店街の実際に働く現場を知ることによる学び、未経験なことに実際に触れ挑戦してみる体験、若い世代が将来の夢やビジョンを描きそれを実現させるということにアプローチするとともに、地域と関わりながら実施することで、地域全体で宇治市の将来を担う子どもたちを育む機運醸成を図っています。宇治茶ふれあい事業は、宇治茶を通じて宇治への愛着を養うため、保育施設などに通う児童を対象に宇治茶に触れる機会を作り出す事業です。例えば茶摘み体験をはじめ、茶商を講師として招いての授業、宇治茶の試飲など、これらを通じて宇治茶と触れ合い、自分たちが住んでいる町の伝統産業を身近に感じる体験を生み出しています。
ワーケーション受け入れ体制支援事業は、ワーケーションの受け入れ環境の整備やその情報発信を行うことで、宇治市をワーケーションの選択肢として認知してもらい、さらにモニターツアーの実施によって宇治市の魅力を PR することで、子育て世代の将来的な移住や関係人口の創出につなげる事業です。受け入れ環境の整備では、亀井四郎と中宇治ベースという市内の2カ所の環境を整えました。今後も子育てに優しい多様な働き方、新たな旅のスタイルを提案し、情報発信に努めていきます。町にはネットワーク形成事業は、子どもたちが普段から利用する広場や空き地などを地域の人の手により、訪れた人と共有して使うことのできる町庭として活用することで、子育てに優しい町、誰もが暮らしやすい豊かな町を目指す事業です。どんぐりコロコロするのが楽しい。結構近所でこうやってこう人が集まるとこがあって、で、まあ、あのみんな楽しんでる、まあ、笑顔が見れて、すごく幸せな気持ちになります。めちゃくちゃありがたいですね、うん、助かります。ワークショップの取り組みにおいても、町を回遊し楽しんでいる市民の姿が見られました。これからも市民共同により、子育てに優しい町づくりを推進していきます。空き家活用促進まちづくり支援事業は、空き家を活用して子育て世代の就業場所や住居、コミュニティの場所などを確保する取り組みを通じて、子育てに優しいまちづくりを推進する事業です。こちらは空き家の活用を促進するために、空き家の調査や利活用、改修計画の提案などの活動に対する支援も行っています。楽しかったです。こういう場でいろんなことを教えていただきながら、あの学びながら飲むということはなかなかなかったので、すごくいい機会だと思いました。空き家活用については、町並みの景観を守りながら子育て世代の就業場所を確保するなどの空き家などの利活用への支援も行い、中宇治地域内において利活用が可能な空き家などの把握と利活用の促進につながっています。地域まちづくり交流空間創出事業は、地域住民や中宇治に訪れた人々に開かれ、自然と人が集う空間を町のリビングとし、その町のリビングの創出を支援する事業です。アイデアを募集したところ、中宇治にお住まいで建築士でもある寺川徹さんより提案があり、その提案に基づいた取り組みへの支援を行いました。それによって、コミュニティガーデン、シェアキッチン、集会場、オンラインの4つの新たな交流空間が生まれ、そこから新たなつながりが生まれました。子育てに優しい町っていうのは、まあ、いろんなところで言われてますけど、それって一番その子どもらが自由に遊べて安全だ、大丈夫だっていうところなん でそういうところがどんどんできていくのがいいことかなと思うんで、まあ、集会所で何か子ども向けのイベントをしてるだったり、まあ、シェアキッチンで子ども安全に楽しめるようなことをやってるとか、だからそういうのがどんどん広がっていくことを望んでるって感じですね。こういろんな体験ができていいんじゃないかなと思ってます。この子にとってもいいこともあるし、まあ、僕も楽しめてるし、あのいいことが多いかなと思ってます。家族も含めたつながりができるっていうのはすごい、まあいいことだなってと思いますね。生まれた町のリビングは、これからも地域住民やそこに訪れる人々の手で育てられ、変化し広がっていきます。宇治市長の松村です。宇治市では未来を担う子どもたちが健やかに育ち、一人一人の夢や希望を叶えられるよう
社会全体で子育てを見守り支え合える子育てに優しい町の実現に取り組んでいます。このプロジェクトでは人の交流、町の活性化、環境整備などによる住んでよかった、町の魅力を伝えたい、宇治に住みたいを実現する子育てに優しい町づくりをキーワードに、さまざまなアプローチによる施策に取り組んでいます。中宇治地域をモデルとしてスタートしたこの取り組みを、今後はスポーツや食育など新たな観点からの市民共同による子育ちの場の創出、体験型の学習機会の創出など、それぞれの地域の特性を生かした新たな取り組みを展開してまいります。宇治市全体が温かい子育て社会となり、誰もが暮らしやすい町となるよう市民の皆様と共に取り組んでまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。